ルメフメトパシャソコルルメフメトパシャは、オスマン帝国の大宰相スレーマ二世に見出され、セリム二世、ムラト三世の三代にわたって仕えた。その功績は大きく、明細章との呼び声が高い。1506年、ボスニアに住む、聖教徒の家に生まれる。10歳の時でブシルメによって徴収され、イスラム教に改修したが、家にチェリではなく、 軍学校に送られた。その後、まずは、スレーマン一世付けのこの絵兵として配属され、モハーチの戦いと第一次ウィーン包囲には、兵士として参加した。1546年、バルバロスハイレッディンの後継として、海軍司令に任命されると、1551年には、バルカン半島のベーレルベー、1555年に、第三最小、1561年に、 第二位最小、と昇進を重ねた。1565年、ソコルルメフメトは、ついに大最小に任命される。1566年、ハンガリー遠征中に、シゲトバール包囲戦で、スレーマニ一世が沈没すると、その指揮を引き継ぎ、ハプスブルク軍を撃破、遠征を成功させた。スレーマニ一世の後を継いだ、セリム二世はボングな人物であり、これ以降、 帝国の舵取りは、そこルルめふめとの手に握られることとなった。1569年、カスピ海進出と火山、アストラハンのムスリム救援を目指して、クリミアと共にリボニア戦争への干渉戦争である、対ロシア戦争を開始するも、すぐに講和して中止。この後、クリミア軍は1571年に単独で、モスクワ襲撃に成功している。1570年、 オスマンベネツィア戦争に、ララムスタファパシャ、ピアーレパシャを派遣して、キプロスを攻略し、キプロス州を置いた。なお、このキプロス遠征の軍は、本来、イタン新門にさらされる、スペイン本土のムスリム救援に当てられる予定だった、ものを、大酒のミセリム2世が、キプロス産の武道酒目当てに目標を変えてしまったもの。1571年、レパントの海戦で、 オスマン帝国海軍は、壊滅的敗北を喫するも、生き残った副官クルチアリパ社を抜擢して、半年で再建。1574年、チュニス攻略。同年、セリム二世没、村と三世即位。先代に引き続き無能なスルタンであり、ソコルルメフメとは留任して、国政を担う。1578年、改めて、カスピ海進出を企図。し、 今度はサファビー朝、ペルシアに侵攻を開始するが、翌1579年10月、面会を求めた一人のダルビー種に化けた、ペルシアの患者によって暗殺された。対ペルシア戦争は、ソコルルメフメトの没後、1590年に、ダゲスタン、アゼルバイジャンの割上で講和が結ばれ、ソコルルメフメトの目論みは一応達成されたが、その後も、 サファビー朝との戦争は4度起こり1727年まで永遠と続いた。スレイマン一世はヨーロッパ全土に名を轟かせた名君であったが、後継をめぐる激しい戦争の結果、セリム二世しか残らなかった。その暗草を知るスレイマンが息子のために残した懐刀が、ソコルルメフメトである。大最小就任から没までの約15年間は、 ソコルルメフメトが事実上の国のトップであった。ソコルルメフメトは極めて立地的で冷静な人物であり、軍事力に任せた、拡大政策はあまり取らず、むしろ国内の安定に力を注いだ。無能なスルタンが2代続いたにもかかわらず、帝国が流盛し続けたのは、ソコルルメフメトの力量に負うところが大きい。語学に堪能で、トルコ語、セルビア語の他に、 ラテン語、イタリア語、アラビア語、ペルシア語を介した。ありがとうございます。